久し大本線、旧大本線は、福岡県久留米市の久留米駅から、大分県大分市の大分駅に至る、九州旅客鉄道、JR 九州の鉄道路線、地方交通線である、有効原線の愛称がある。大分県九十町という武士の境にある、分水嶺の水分峠より、西側は、筑後川、三熊川とその支流の楠川に沿って、東側は、 大分川に沿って、九州を横断している。沿線には、大分県の小京都といわれる日田や温泉地の湯布院、などの観光地を控えている。久留米駅文後三好駅間が、本社鉄道事業本部直轄、文後中川駅大分駅間が、大分支社の管轄である。久留米駅、善道寺駅間、向かいの春駅大分駅間で、IC 乗車カード、守護課が、 利用可能である。なお、全道寺駅向かいの春駅間では、守護課での入り出場はできないが、守護課での乗車で通過することはできる。2016年12月22日より、リアルタイム列車位置情報システム、どれどれが開始され、列車位置情報が、スマートフォンアプリ、JR 九州アプリで、閲覧可能になった。また、運行管理システム、ジャクローズを使用した。 自動放送を採用している、久留米駅と大分駅を除いた35駅すべてに、自発案内放送、自動遠隔放送の設備がある。優等列車として、全区間で、博多駅、湯布院駅、大分駅、別府駅間の特急、湯、湯布院の森が運転されている。線内にも、通過駅はあるが、先行の普通列車を追い抜かない。全線を直通する普通列車は、 現在なく、大胸北駅、湯布院駅で、運行系統が分かれている。普通列車は、基本的に、久留米駅発着だが、朝の一本のみ、鹿児島本線の鳥栖発の列車が設定されている。これらの列車は、久留米駅の日差し大本線専用の2番線には、構造上入線できない。久留米駅、全道寺駅、筑後吉井駅。 浮葉駅間の区間運転列車も設定されており、久留米駅、全道寺駅、筑後吉井駅、浮葉駅間は1時間に1の2本、浮葉駅北駅間は1時間に1本、程度運行されいる。平日朝6時台には、筑後吉井発北駅の列車も設定されている。なお、夜明け駅北駅間では、平成29年7月九州北部豪雨により、普通、 バス代行となっている日田彦山線の代行バスも利用可能であり、久し台本線と日田彦山線代行バスを合わせて1時間、2から3本の運行本数となる。2014年3月15日のダイヤ改正で、久留米駅発23時台の非対期普通列車が新設された。ワンマン運転の場合、久留米駅、全道寺駅間においては、 駅員配置の有無に関係なく車内生産を行わない都市型ワンマン運転。大きく分けると、久留米駅、北駅文子森駅間の列車と、北駅湯布院駅、大分駅間、田川板発ありの列車が多いが、文子森駅湯布院駅、大分駅間の列車もある。久留米駅文子森駅、湯布院駅間及び、北駅大分駅間の列車など、 久留米方面や大分方面の区間と直通する列車も設定されているが、この区間の本数は少なく4から5時間ほど運行されない時間帯がある。また、北駅山ヶ瀬駅間の区間列車も設定されていたが、2008年3月15日のダイヤ改正時には廃止されている。この区間は、湯布院駅大分駅間直通を1時間に1本、日中2時間ほど開く場合あり。 向かいの春駅大分駅間の区間運転列車を1から2時間に1本運行するダイヤをベースとして、朝に文後国部駅大分駅間、夕方以降に、庄内駅大分駅間の区間運転列車を1から2時間に1本設定し、合わせて1時間に1本から2本の列車が運行されている。また、文後森駅、北駅大分駅間を直通する列車も運行されている。 ワンマン運転の場合、向かいの春駅大分駅間では、車内生産を行わない、都市型ワンマン運転。2015年3月14日のダイヤ改正からは、亀川発行の原駅として、日光本線からの直通列車が設定されたが、2018年3月17日のダイヤ改正で、再び廃止されている。また、ワンマン列車に、限りゆたいら駅、 ユ布フン駅において、車内での自駅放送、到着放送時に、英語放送が流れる。クルーズトレイを除き、すべて機動車。キハ71系、キハ72系、キハ40系の一部、佐世保車両センター所属のキロシ47型を除き、すべて直方車両センター所属を除き、大分車両センター所属者。 大分駅小野屋駅間は、私鉄の大湯鉄道として開業している。1922年に国有化され大東線となった。大湯鉄道が計画していた湯平駅まで延伸されたのは、国有化後の1923年であった。以後順次延伸され1933年に、ヶ瀬駅まで開業した。久留米駅天ヶ瀬駅間は、久市大線として開業した。 最初に開業したのは、久留米駅築後吉駅間で1928年に開業した。それまで、久留米駅、豆田駅、北町間に、私鉄の築後軌道が走っていたが、久し大線と競合するため保証を受けて1929年に廃止された。北駅まで開業したのは1934年で、同年中に最後の区間である日田、北駅天甘瀬駅間が開業して、 久留米駅大分駅間が全通した。久留米市は、老井駅、全道寺駅間と田主丸駅地区後、吉井駅間において、新駅設置を検討している。平均通過人員、輸送密度、旅客運輸収入は以下の通り、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。